作家の茂野です。演出家の土井です。よろしくお願いします。お願いします。はい。演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、えー、どうする家康第三話いきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。いやもうなんとか戦場から生き延びて、まあ地元岡崎に帰ってきた家康は、うんうん、まあどうするって今回はそうですね。 いや今回もどうするだったね。いや、そうですね。今川方、ちょっと旗色悪いですね。そして、今回かかる家康さんの天秤もなかなか重かったね。うん、そうですね。どっちを取るのっていう。あ家康が今川方を強く信じてるからこそ怒るドラマだったですね。はい。はい、8分。 まあ、その家康さんの、ね、母のことを話すところっていうのがあって、うん、まあ非常になんかこうあったかくて優しくてっていうところが出ている、うん、で母への思いだったり、まあ、会えないっていうところに上乗せされて思い出補正じゃないけどもいろいろそういう補正もあり なんかいろんな意味でいい意味で響いているいい演技だったと思いましたね。うんうん、で、うでね、あと、あの家屋さんが家族に手紙を渡すところっていうのもね、うん、やっぱ家族、あのー、母とか家族っていうのを、まあうん、非常に大切にしてるんだなっていうのがわかる優しい,い,い演技でしたよねそう。自分のその過去と、過去を受けてきたその苦しみと、まあ、今の苦しみっていうのが重なるところですよね、うんうん。がすごくいいところでしたね。はい。はいで えー、次が15分。はい。家康さんとですね、はい。吉本さんがね、うん。吉本さん、玄関に来るんですよね。そうですね、訪ねてくるっていう、ね。訪ねてくるんですよね。<laughs> で、まあ、うん、なんだろうな、吉本さんと家康さんっていうのが非常に、まあ、本当は夢の中っていうか、現実の世界ではないんですけども、なんかあの思いが通じ合っているんだなっていう、なんか二人とも、 あの言葉以上のものがつながっているっていう感動し合っているっていういい演技でしたし、うん、まあ実際そういう関係なんだろうなっていうのが、うん、まあこの体からこの演技から分かるっていう、うん、でその後ねここ短かったんですけど目覚めてから家康さんこう非常に寂しい体になってるんですよね、うん、でそのギャップっていうのも非常に素晴らしい演技だったと思いましたね。 そうやっぱりこう憧れとかなんか尊敬とか、うん、多分そういうものですよね。うん、しなんかそのその関係があるからきっと多分今川をずっと信じてるっていうその根拠にもなってるっていう、うん、そういいところだったですよね。ねはい、憧れもあるしね。うん。もうなりたかったんだろうね。うん、うん。こういう人に王道にっていう。ね、いやそうでしょうね。そう。はい。はい。で次が23分。はい。 いやでもそんな中、ね、家臣たちは大変だったんですよね。いやそうですねあなんかこう家臣さんたちが分裂し始めて小、うんまあ、田側と今川側、うん、まあどっちつくんだっていうところなんですけど争ってはいるけど、まあ、大体もうみんな分かってるっていうところだよね。うん、で まあ、それがこう出てしまったっていうその、うん、今の家康さん主君とこう違う選択をだん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 こうみんながこう取るようになってきてしまったっていう大きな流れがありますよねだから対立が非常に、うん、クリアで,でし,しかもそれがね強い行動から来る対立になっているのでいい演技になってましたね。うん まあここね、うん、そうですね、戦でまあ2連敗してるわけですね。うん、で、<laughs> まあ、そうなりますよね。<laughs> なるほどね。うん、最前線で戦うの俺たちだしっていう。うん、やっぱ流れはもう、やっぱ小田方の方がどう考えてもっていうね、うん、ところなんですよね。でもこうね今の お家の方針だと今側に着き続けるってところなんだけどっていう、うん、まあ苦しいところですよね。そうなんだよね。で、うんうん、みんな追い込まれ始めてるからね。いや、そうですよね。あ<ー>あまあ、ね。実際、助かりたいしな。まあね、うまくいかないときって、やっぱこうぐちゃぐちゃになっていきますよね、うん、組織の中でもね。はい。はい。はいで、次が28分。はい。 でそんなね家康さんと母がついに会うんですよね。うん、ねおじさんがまあ連れてくるところですよね。でこれもね出会った瞬間から非常にこう昔のあったかくて優しい家康さんが響いてるんですよね。最初の方の会話っていうのは本当とに、まあ、弱いし、えー、あったかくてうん,、うん、なんか本んに子供に。 戻ったような、うん、あ中で行われてるいい交流になってましたね。うん、でその後ですよね、面白いのが。うん、母がちょっとそれだけではなかったんですよね。まあやっぱり戦国に生きる人ですからね。<ー><ー>やっぱりこう政治的なことがこう関わってくるて、うん、でそうなってくると、家康さんと母ってのはやっぱ対立関係になってしまいますよね。うん やりたいことが違うからっていう。うん、だそこもただそのこの対立もまだ家康さんの腹がまだ決まってないからまだちょっと子供のような対立になるんですよね。うんまあ、だそこの演技も良かったですよね。そうやっぱりね家康さんやっぱり今側方を信じてるというか、うん、やっぱそこは強い強硬ですよね。うん、だからどうしてもみんなとずれていくというか。うんうん っていうところですね。はい。はい、で、次が三十七分。はい。まあ、家康さんとね。うん。まあ、あの、家臣の、ね。はい。ね、上の方というか。うん、信頼も右上で、左腕ですかね。ねうん。の二人。酒、うん、井さんと石川さんですよ。はい。城下を歩きながら。こう。まあ、最初は緩やかに、こう、せ。 得じゃないけどこう、うん、入っていくんですけどでももうねえ譲れないですよね譲れないから、うん、まあ最終的にはこう非常に強い相手を変えようとする強い演技に歩道になっていくっていううん、うん、素晴らしい対立でしたよねでもう命をかけてるからね、うん、そうですねうんだからあのー こっちで行ってくださいっていう、うーんもう文字通り命を懸けた言気でしたね。そこに家屋さんも、うーんこのね、両天秤、その家族だったり、うん、今までの恩だったりっていうものと、いや、じゃあ現状での家臣だったり、守らなければ現状にならない。うんえー 家臣の家族もそうだし、うん、家あの城もそうだし土地かもそうだしっていうところがこう、うん、まあいい天秤になってましたね、うん、うもう誰のために何のために戦うんだっていう,、うん、うこの問いかけですよねもうここまで来たらもう正解はないですよねないね、うん、あやっぱどうする家康ですよねいやうね <laughs> そうですねそう簡単に見つかる答えのないところまで来てるし、うん、そうそうなんですよね もうでももうこのシーンだともう家康以外はもうみんな織田方がもう優位だなってもう全員分かってるぐらいのもうあれですよねうん、うん、でも家康はまだ信じてるからそれを変えようと二人が必死になってもう止めようとするっていう変えようとするっていうところですよね、うんうん、いやいい対立だったねいいすれ違いというか、うんうん、対立だねうん、うん ね、信じる強さが強いからこそやっぱそれを解放する力も強くなっていくっていうところですよね。うん、あとあの俺ちょっとあのもう一つ好きなところがあって、はい、あの武田さんが出てきたんだけど<ー>うん、お前はまだ俺とは格が違うみたいな。<laughs> ねえいやそうでしたね。美香 <laughs> は一刻も余裕してないんだろう、うん、お前はっていう。うん あいいとこだね。<ー>面白いね。いい演技だね。いや、そうですね。あ<ー>もう戦国の、まあ、あ<ー>無常さというか、力強いものがねっていうところですよね。いや、厳しい戦争ですよ <laughs>。いやー、そうですよ。またですね、もう領民たちもでも、 ちょっとね、あれでしたね、こう今川の支配から解放されて、そっちに支払うもんがなくなるか、ちょっと暮らしが豊かになるんじゃないかっていう、ちょっと希望をね、持って借り入れしてるっていうのはね、またちょっといじらしいというかね、いや、あるよね,あね。もうみんな必死で生きてるっていう世界ですよね。 はいそんな「どうする家康」第3話のちょっとベストシーンを上げていきましょうか。いやもうここだと思いやっぱ37分だと思いますよ。<laughs> あそうですね。家康さんにもう命がけでこうお願いというか、うん、う家の方向性を、うん、こうお願いだからこっち側へっていう頼みに来る酒井さんと石川さんのところですね。うん、城下町のところですね。うん、まあこれは非常にもう本当に文字通り命をかけた。 もう最後のお願いみたいな、うん、ところでしたね。素晴らしい対立と素晴らしい交流でしたね。うん、いい演技でした。うん、いや、そうですね。そう、家康がこれまで信じてきたものを、まあ、変えるっていうところ、変化、本当に変化のところですよね。いやそう,そう、ね、そんなもう最後の最後は処刑のね、あれでっていうも、もうね。ねねうん。いや 戦国時代の恐ろしさですよねいやーそうだな、難しいなね何かを救ったようでいて、何かを救えないっていう、うんね、どっちか何かが犠牲になっていくっていう。うん、そうですね。いやー俺ね、なんかね、ちょっとね、この後も家屋さん、なんかこういうのいっぱいいっぱいあるんです <laughs> 家屋さんは。 イエスさ俺ちょっと知ってるんですよ。まあそうっす、ね。あるんすよイエスさん <laughs> まあそうっす、ね。た <laughs>、ね、多分ね、これを見てる皆さんも知ってると思うんですけど、ね、日本国民全員知ってるぐらいのところですよね。<laughs> そう。いや、いろいろね、家康さんはこう削られながら行かなきゃいけないところがあって。<laughs> いや、マジ。いや、どうする家康だな。いや、そうですね。 これもやっぱり家康が天下取るって分かってるからいいっていうね,のうね仕組みですよね、うんうん、全員知ってるからこそ、うん、<laughs> まだねまだ救いがあると思ってるいやこれでもいいですね家康と一緒にいやどうするどうする ってなっていくっていうねドラマですね。どうするどうするって見ていきましょうよ。ああそうですね。自分だったらどうすると。そうですね。でもでも本当でもそうですね。こうやっぱ答えがないところでどう決断をするかっていうね。うん。っていうその問い自体はちょっとやっぱ身近であったりするところですよね。うまいよねあの作り方がね。うん。その時点で分かんないもんね。そうそうなんですよね。そうよね。うん。 はい。というわけで、はい、どうする家康の第3話でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。この動画は少しでもいいなと思った方は、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、スーパーサンクス、ぜひぜひお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。